風きついか。二条山とうねり山でございますけどね。さて、上山ここにやってきましたけど、もう疲れてますね、今日はね。ずいぶん今日も歩いたね。どれぐらい歩いたやろ。それでも2時間半か、そんなか、死ねですね。2時間半で死ねてんね。ショートカットして上がりましょうか。上山公園の柱について、柱列について。柱があったわけ？すごいね。ほんでちょっと見て眺めてみましょうかね。さあ、で、上山古墳は東にして、あれ？まだこんなんかね。あらあら。いつになったらこれ、公開してくれんの？今調査しますからよ、聞いたけどさ。残念でございますね。昔は真っ黒やったね、シートが。今ブルーに変わってますけどね。これ、柱ですかね、これが。残念、何にも変わってませんでした。あ、丸山古墳だ。店丸山古墳。こんな住宅建ったかね、全然知らなんだね。これは、柏原市なのかな。すごいことなってね。はい、そしたら春日神社ってあの辺にあるんだけど、ちょっと覗いてみるか。問題は、シムがバッテリーがどっちが早いか。春日神社も昔ね、昔何年か前やけど、車の波でやっくるとね、全然とてつないところに行きますね。くるくる狭い道回ってね。ほんでよく考えたらこの裏でして、今大体ね、イメージ的にもう面で大体分かるようになったんでね。まあまあよく、ナビなくても大体来れるけどさ。昔は手で行って来てたからね。さっぱり分からんからね。もう3月の20日になるとこんな草生えるんかね。すごいことになってんだけど。はい、失礼します。だから裏から入っていくような感じになっちゃうね。裏からでございます。ここ、春日神社でございます。これはね、参道でございますよ。曲がり階段でね、ここそこそこ段差あるんですよ、これね、下から。どれぐらいあるやろ。120、30段あるんじゃないかね。これを上がってくると、ここに来るんですよ。ほんで、帰りは中の狭い道入ってもうて、大変だったんやけどね。はい、失礼します。あれ、入ってないかね。あ、こっちが来れんだよ。入ってなかったけど。これがどこか。どっかの石を、どっかの石はだかね、なんかこの子聞いたんだけど、どっかの石やいて、この石がね、どっか古墳の石あんな、これな。それがわからんね、思い出さねえな。なんかずいぶん前話聞いて、動画見てたんやけどね、もう忘れたな。これ何の石やろ。石棺のどこなんだろうね。石棺かな、これ。石棺のどっかなんだろうか、これ。わからんの。この石がそうだそうです。だからね、ちょっと、ここまで上がっとこう。ここは踏むのやめておきましょうか。はい、失礼します。はい、失礼します。
おお、いいね、これ。はい、ありがとうございました。なんと持ちましたか。これはね、なんだろう、ヒノキのね、実が落ちてるんやね。ヒノキどこだか、ヒノキの実です、これね。ヒノキか。あ、やっぱりヒノキはね、はい、ヒノキの実、間違いないです、ヒノキの実です。近所が来ちゃってな、わからんか、わからんな。はい、ありがとうございました。さあ行くぞ。はい、ありがとうございました。終わりました。ああ、急ごう。もう一軒寄らなきゃんだけどね、今日ちょっと朝からね、気分が乗れなんだね。大変でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。上山古墳と春日神社でございました。ありがとうございました。はい、着きました。